アナちゃんが入室されました。ゆらららラジオ、略してゆららじ。皆さんこんにちは、ゆらららキダマサオミ役、ハンドルネームは宮野さん、宮野守です。皆さんこんにちは、園原アンリ役、ハンドルネームは花ちゃん、花澤香菜です。ゆらららラジオ、略してゆららじ。この番組は現在 MBS、TBS 他にて絶賛放送中のアニメゆらららファン、略してゆらファンのみんなのためにお届けする番組です。はい、早速始まりました。第5回目になりますね。5回目です。もう5回目になりますか。もう5回も撮ったんです ね。なんかすごく僕らのねチームワークも良くなった感じで ね、楽しく話してますけど。そうなんですよ。どうしました、花ちゃん。そしてデュラララの本編がね、はい、もう収録終わってしまいまして。そうなんですよ、実は今の時点でもう本編収録終わってるんですよ。まだまだちょっとねお会いする機会はちょろちょろあるんですけども、実は本編終わっていて、これ多分まあ原作知ってる方だったら、あ、ここで終わったんだみたいな、ちょっとドキドキしますよね。いいところでね、あれね、いいところで本当ドキドキしますよね。ドキドキしますね。ぜひぜひ、はい、皆さん楽しみにしといてほしいですけども、ね、はい、あ、で実際アニメが15話まで放送されましてね。あら、もうそんな先まで放送されてるんですね。はい、はい、そのちなみに15話のサブタイトルはですね、はい、愚者一徳でございます。おお、愚者一徳、はい、その意味 は、はいはい、愚か者でもたまに面を出すことがある、愚者の考えもよく聞くことが大事だということです。知ってましたか？なるほどね。知らなかったです。そう、まさにでもこの番組のようですよね。あ、そうですね。なんか、そうだから、なんか、僕も今までね、そのずっとパーソナリティとしてやってるじゃないですか。はいはい、そうですね。でも5回やった記憶がないんですよ。まあ当然ね。あれ、そうなんですか？本当愚か者だったと思うんですよ。そのね、その過去、過去ね。うん、この番組を表してると思うんですよ。愚者一徳って。はいはいはい、4回ね、たとえ4回愚かなことがあったとしても、うん、こんだけの名案を生むことができるんだこの番組はと。素晴らしい。今日なんか斬新な感じするもんね、オープニングからね。そうですね、新鮮な感じであの、ね、番組を進められているもん。そりゃそうだろう、はい、うん、ただね、うん、あの宮野さんと私パーソナリティをした記憶があるのって多分2回だと思うんですよ。そうですか。あのね、うん、さあのこの番組の DJ CD が、うん、あの一昨日ついに発売になって。そうなんですよ、はい、DJ CD ね、一昨日。そうなんです、うん、その私とあの宮野さんがパーソナリティを務めるね、楽しい内容になって、はい、皆さん聞いてください。聞いてくださいな、はいはい、あ、そういえばなんか特別ゲストも来てくれて楽しく盛り上がった感じで。そうなんですよ、はい、なんかね主人公らしき人物が来てくださってですね、豊永俊雄なんとかさんだったかもしれない。そこまで言という方がそこまで言えたの。来てくれてなんか楽しくね、うん、おしゃべりできました ね。そちらの方もぜひ聞いてほしいな。そうなんですよ、よろしくお願いします。はい、じゃあもう始めちゃいましょうかね。そうだね、うん、それでは今日も楽しい番組にしていきましょう、うん、皆さん最後までお使いよろしくお願いします。ゆららじ、すいません、スタート。すいません、あの誰か忘れてま、あのいや息揃えるようとしてるとか。ちょっと本番中なんだから静かにしてもらえます？何ですかその台本。あの台本のセリフもろ読み。台本のセリフを2人でもろ読みとか。なんかどうですかこの、あ、もう一回やるの。ちょっと本番中なんだから静かにしてもらえます。それしか言ってくれないんですか、ね、年湯なんとかさん。だからそこまで言えてたらさ、もう最後の言えるでしょ。なんかていうかちょくちょく口を挟むからここ息が合わなかったんです。そうだよ、トシ君のせいで。だって俺はだって喋りたいもん。じゃあ自己紹介していいよ。いいの。いいよ。皆さんこんにちは、デュラララ龍神の味方役、ハンドルネームはトシ君、豊永俊之です。いやー皆さん、それではデュララジー、ちょっとすいません、ちょっと待ちたまえよ。いやー、この番組は花ちゃんと俺がパーソナリティの番組だから邪魔しないでくれる。なんでさ、なんでちょっと待って。だからあのさ、なんで俺にはなんで俺には台本に書いてあることしか言わない。みんなさ、意味がわからないんですけれど。いやだってそれはさ、花ちゃんのことを理解していないお前が悪いんだ。そうだ。
お前が悪いんだ。なんか怖いなこの番組。まあなんでこんなことになっちゃってるかは一昨日発売になったばかりのデュララジの DJCD 木田正臣のデュララジ観察日記を聞いてみてね。よ、宣伝上手、頼りになるね、名パーソナリティ。何この台本。いや、何ほどでも。何これね。何？何なの？なんなのこれ。ええ何なのね。ねえ、びっくりするんだけどこの。え、何？どうしたどうしたどうした。え？何がびっくりしたの？どうした？何がそんなに不満なの？どうした？言ってもらうよ。逆に俺がついていけなくて。いやいや、だってゲストだもん、しょうがないよ。ゲストしょうがない。あ、そっか。何言ってんの？うん、じゃあ、DJCD 楽しみですね。それでは。それではデュララジスタートです。本当に言っちゃったよ。デュラララ ラジオ、略してデュララジ。この番組は池袋ごめんなさい。デュラララララ ラどうした？5回目、もう5回目だよ。デュラララ ラジオ、略してデュララジ。この番組は池袋ダラーズフロンティアワークスの提供でお送りします。デュラララ ラジオ、略してデュララジ。それではここからは3人で仲良くおしゃべりしていきたいと思います、はい、仲良くね、うん、ということで改めて本日のゲスト宮野守さんです。よろしくお願いします。よかった。はい、でもゲストでいいんですよね。お願いします。お願いします。ね、なんか、うん、ね、もうこれでいいんじゃないかろうかって言ってくれたよ、花ちゃんが。これでいいんではなかろうかと、なかろうか。ちょっと DJCG に引き続きね。 DJCG に。なんかちょいちょい言えないけど大丈夫。 DJCG 言ってる。デュラララララジオって言ってたけど、あのね、一個分かった。大丈夫じゃないです。大丈夫じゃないの。あのね、なんかね、今日正気の沙汰ではないんですよね。どうした？何があった？しかも今日なの。今日たまたま正気の沙汰じゃない時に俺来ちゃったわけ。じゃあ、うわー、そういうタイミングか。じゃあそんなレアなね、うん、花ちゃんも見れるわけだね。お願いいたします。今日何すんの、トシ。今日は DJCD に引き続き宮野守さんが番組に登場です。急に台本読んだね。もう登場したよ。いや、あのね、うん、あの頭でいろいろね、やらせてもらったじゃないですか、うん、台本にあることを、なんかそれはあの DJCD をね、 DJCD であることが起きたんですよ。なるほど、確かそうでしたね、はい、一昨日発売のね。そう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 、そこで、ああいうことがあったから今回こういうことになったということが、うん、行われているので、そちらの方もね、ぜひ楽しみにしていただければ。ほら、なんか全部、全部宮野さんが言ってくれたよ。今、せっかくトシ君に振ったのに、全部宮野さんが言ってくれたよ。じゃあ、3人でやろう。何？ありがとね、なんかありがとね。いやいや、なんかありがとね。ごめんなさいね、なんかね、なんか、ごめんね、なんか今までね、なんかやりにくかったりした？若干距離が縮まらないんですけど、うん、そうだよね、どうしたらいいんですかね。俺もそれはね、結構ね、7年間ぐらい抱えてる悩みで。お二人大の仲良しって聞いたんですけど、長いね、7年間。7年間、長いね、それぐらい前からの知り合いではあるんだけど、確かに埋めらんないよね。だからそういう部分ってあるじゃん。じゃあそこってもう家族しか埋められない感じの。なのかもしんない、ね、俺寂しい子だな。でもさ、わかんないじゃん、はい、家族もってとこも一概には言えないじゃない。だからそこはわかんないけど、確かに埋めていきたいじゃない。そうですね、たと、うん、えたった5回目だとしても、あ、このラジオがね。そうですね。はい、あ、はい、進め、どうした。あ、そうですね、今日の回、うん、宮野さんも来てくれたし、そうですね、特別な回にしたいなと思って。なるほど、考えてることあるの、花ちゃん。そうなんです。なになになに、トシ君のね、誕生日がもうすぐ、うん、なんと4月28日だそうで、うん、そうなん、知ってた。知ってる、それは、ね、なんかすごいサプライズが用意されてるらしいんですけど、うん、ケーキでしょ。ケーキ、そう、うん、サプライズケーキが用意されてるらしいんですけど、楽しみだ ね。それ言っちゃダメじゃね。内緒にしとかないじゃん。そうですね、内緒にしとかびっくりしてくれると。内緒にするの、びっくりさせたいじゃん、やっぱメインパーソナリティの主役のね。でね、トシ君のびっくりした時ってすっごいいいリアクションが出るんですよ、うん、それは知ってます。それ知らなかった。あのね、それで有名なんですよ、トシ君。例えば過去にどんなことがあって、過去になんかシュークリーム食べてシュッポッポイとか言っちゃったりとか。超面白い。面白いんですよ。往復絶対
ありえない。だからね、ぜひこれからじゃあサプライズ仕掛けるんで。サプライズってあれ内緒にしなきゃいけないやつ。あ、そうです、言い方ダメだった、ごめんなさいね、ちょっと内緒ね、トシ内緒ね、わかった、内緒ね、じゃあそれでは、ちょっと編集点作るんでちょっと待ってくださいね、トシ内緒ね。それではリスナーの皆さんからお便りを紹介していきましょう。はい、ということで、ペンネームとしくんと、間違えちゃった、ごめんなさい、ペンネームとしくん、ねえ、それ、え、自分で自分を、え、全部俺一人でやろうとしてるってことこれ、え、どういうこと、俺一人で用意した俺この企画、トシ君、はい、待って、うん、ペンネームレックさんからいただきました、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、4月28日はおめでたい日ですね。なんだろう、そうです、あの人の誕生日です。誰、1800年代に活躍した誰、イギリスの政治家アントニア・ジリコ。全然関係ないんですけど、俺全然関係ないんですけど、え、なんで、誕生日ですね、そうなの、花ちゃん、アントニー・アシュリー・クーパーさんの誕生日だそうです。クーパーの、マジで、あ、クーパーか、クーパーか、おめでとう、そのためのサプライズなの、誕生日おめでとうということで、パークの、パークの誕生日なんだ、アントニーさんおめでとうございます、おめでとう、トニアのパークの誕生日なんだ。知らなかった、ということでアントニーさんへの誕生日プレゼント、やったー、え、そういうことか、そういうことなら、なんかサプライズ、なんか納得できちゃうな俺。すごい、ちょっと読んでこれ、トシ君、あのハッピーバースデーのチョコの上になんか殴り書きでアントニー・アシュリー・クーパーってさっき書いたみたいな、さっき、さっ、ついさっき書きましたみたいな、ついさっきマジックで書きましたみたいな、そうです、なんと、殴り書き、今日は、はい、アントニー・アシュリー・クーパーの誕生日でーす。そう、あ、はい、なので今日は3人で仲良く、はい、アントニーさんの誕生日を祝いたいと思います。トシ君、トシ君、見てここ、なになに、 BS トシ君も誕生日ですね、おめでとう、ちゃんと書いてあります。あ、ありが、あれもしかして、トシ君、あ、あ、トシ君、アントニーって書いてある、うん、気にしなくていいよ、あの、うん、アントニーさんを祝おう、みんなで、トシ君のために用意したよ。これケーキ用意した、アントニーとか関係ないよ、アントニーとか書いてあるけど、ね、なんか全然関係ないですよ、だってこれね、食べられるし、食べちゃえば、そう、関係ない、そうだ、俺アントニー知らねえし、正直、あ、そうなの、そうですね、俺イギリス人なのかなってちょっと勘違いして、これよかったら、あの、どうぞ、いいの、はい、アントニーだけど、いい、ちょっとフォークとかないんで、うん、まあ適当に、あの適当に、ケーキの上ではくしゃみしないようにね、ワンホールだけど気をつけてね、その前振り怖いんだけど、その前振り一番嫌なんだけど、そのくしゃみと、くしゃみの下り一番怖いんだけど、待って待って、でも、うん、あのサプライズのとってもいいリアクションをまだ聞いていない、そっか、もうアントニーあるからいいじゃん、もうアントニー、トシ実はね、うん、誕生日プレゼント用意してるんだ、うん、この番組怖すぎる、実はこちらです、わー、チョコがのケーキで、もう一回やっていいですか、もう一回やっていいですか、もう一回やっていいですよ、実は誕生日プレゼントはこれなんだ、トシおめでとう、おめでとう、真っ黒の中にイチゴがホイホイホイノスケ、実は私誕生日プレゼントを用意してるんだ、ちょっと待って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 、あのさ、誕生日プレゼントはね、こちら、黒い、あ、素敵、おめでとう、ありがとう、食べていいの、うん、いいよ、誕生日だったんです ね、 ね、そう、おめでとうございます、そうなんです、誕生日だったんですよ、4月に、ね、アントニーさんと同じ日に僕、ま、同じ日じゃないや、同じ日だ、同じ日に生まれたんです、年代は違いますけどね、よかったね、よかったね、たまたま一緒でねえ、なんかせっかくアントニーさんちょっと祝ってもらえなかったけど、でもよかったじゃないですかねえ、うん、あ、じゃあ食べてのリアクション、あ、そうだね、もう、わ、ほら美味しそう、はい、ありがとう、ありがとう、
いや、ありがとう、優しいね。ありがとう、優しいね。なんかでもなんか愛を感じるな、うん、この番組どんな形であれすごく嬉しいでしょ。うん、ありがとう。26歳になります。いただきまーす、はい、おめでとう。俺のケーキを先に食べるとか断りもなしに先に食べるとかやめてよ。俺だって食べたいし、俺だってもっとなんかちゃんと祝ってもらいたいし。ちょっとそんなこと言ってられない。どんどん食べ進めてますよ。どんどん食べてるし、ママちゃん早く食べちゃいなよ。美味しいね。はい、いただきます。食べてのチョコの味。そう、チョコケーキ。一言。これ美味しいね。ごめんなんかやろうとした。ごめんもう一回やっていい。ごめん、うん、美味しい。美味しいよ。今日調子悪い？いつももっと面白いの？うん、いつももっと面白い。違うんだよ、心配。違うんだよ、聞いて。なんかあったの？なんか辛いことがあったの？あったの？病気なの？やりたいの何かを。トシ君は病気なの？何かやりたいの？やりたいんだけども、やりたいんだけども、ママちゃんが、ママちゃんがいろいろ言ってくれるでしょ？言ってくれるでしょ？で、そうするとタイミングを逃すでしょ、うん、逃すでしょ。みやのさんのせい。ママちゃんのせいじゃないよ。ママちゃん俺のせい。違うよ、みやのさんのせいじゃない。俺が悪かったよ。はい、俺ママちゃん俺のせいだね。それでは引き続きお便りを紹介していきましょう。もう大幅カットだわ。はい、ラジオネーム奏者さんからいただきました。ありがとうございます。おいしい。トシ君、花ちゃん、宮野さん、ジュランは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 。ところで4月28日はトシ君の誕生日ですね。ちゃんとしたお便り。ハッピーバースデーということで、ところどころ英語を入れて話してください。え？あれですよ、ルーですよ、ルー。ルー、あー、今、大柴さんのことを言ったの。大柴さんのことをルーって言ったの。はなちゃん何者？お、二人ともフルネームで言ってあげて。俺まさか大柴さんのことをルー。大柴さんもあんまり言わないからさ。大柴さんもルーもあんまり言わないから。言わないです。びっくりしちゃった。ルー。あ、ちょっと待って、まだあるんです。うん、その他にもハンドルネーム、あかりさん、ハンドルネーム、にょもさん、ハンドルネーム、チキチキさんとかね、多数の方からお祝いメールいただきました。本当にとしくおめでとう。すごい。ありがとうございます。その方いっぱいハンドルネーム持ってるんだね。複数持ってるんですね。すごいな。じゃあ英語を織り交ぜて今日はなんかいろいろやってくれるってこと？ちょいちょい英語を織り交ぜてくれるってこと？あ、かっこいい。かっこいい。ちょっと視聴者の株グッと上がりますよ。それはもうストレッチやね。ストレッチやね。一回だけ説明してよ。なんでストレッチにしたの？なんでストレッチにしたの？一回だけ説明してよ。まあ思いつきかな。花ちゃんが、なんつうんだろうな、いわゆるあれはね、グーの音も出ねえってやつだったんだけど、あんだけだ、あんだけ無言で黙って、俺を、えっていう、宮野さんっていう目で、俺見られたら、もう俺今、本当に普通に謝ろうと思う。ごめんね。普通に謝ろうとしたの？ごめんね。あ、いいです、いいです。別に次の仕事とかに気象を来さないで大丈夫です。気象を来さない。来さない。今、気象を来た、支障を来た、支障を来たすだよね。支障を来してるね、今ね。そうだね。今、来たしてるわ。今の仕事に支障を来たしているね。はなちゃんごめん。じゃあ、俺のせいかもしれない。気象を来たしてるのは俺のせいかもしれない。ごめん。はなちゃんごめん。ごめんね。もうやだ。もうやだ、トシ君。だってやってみろよ。お前らやってみろよ。大変なんだぞ。あ、マジ？はい、じゃあ Let's play。 普通歌も来てますので、ちょっとそろそろ戻していきたいと思います。こちらラジオネーム
救世主レースさんからいただきました。ありがとうございます。すごい、ね、救世主の職業はフリーターだそうです。トシ君、お前失礼なこと言うなよ。失礼なこと言ってないよ。フリーターの救世主がいてもいいだろ。言っていいよ。いいじゃない、ね、誰が世界を救うかわかんねえじゃねえか、バーカ。ひどい。何これ。ちくしょう、面白かった。今の面白かった。いいから、ね、はい、はい、読みますよ。はい、トシ君、花ちゃん、宮野さん、こんにちは。こんにちは。じゃあ、アニメラジオともに楽しませてもらってます、はい。特にラジオは花ちゃんのドSっぷりが遺憾なく発揮されていて、トシ君のやられっぷりが最高です。 ありがとう、うん、ありがとうございます。なんだ花ちゃん、私じゃないですよ。話は変わりますが、アニメ13話見ました。変わんのかい。そこで気づいたのですが、帝が木田君のことを正臣って呼んでました。そうだよ、お前。痛い服を引っ張らないで。これは半年経って仲良くなったってことですよね。いや、でもアンリとは依然距離が縮まった気配はありませんね。その原さんですもん。いつになったらイチャイチャするのでしょうか。でもあの距離感がいいみたいなところもあります。演じてる二人はこの関係どう思いますか。なんかいや別にいいんだけどさ、うん、なんか急にトッシーに呼び捨てにされたみたいなとこがあって、俺はちょっとイラッとするよね。それおい、帝とマサオミに関しては別にいいんだけどさ、はい、そうか、こちらの事情で、こちらの事情的にはちょっとイラッとしたよね。そうですか。何急に距離縮めてんの。7年間の距離を何いきなり縮めようとしたのみたいな。そっか、思ったけどね。あ、アドリブでしょ。あれアドリブだったんだ。なんかあれアドリブじゃないの。あ、台本アドリブ。アドリブなの。アドリブってことにしとこう。アドリブなの、うん、って言っちゃっていいの。怒られるんじゃない、お前が監督とかに。セリフです。当たり前です。そんなことはどうでもいいんですよ。当たり前にセリフ。2人の関係についてどう思いますかっていう話ですよ。そのね、そうですよ。急にその正臣ってあの描かれなかったじゃない、そこら辺の。そうなんだよね。あの本編の中では、うん、まあ、いろんな登場人物がいて、うん、でそれぞれにメインの話があって、でその裏で僕らはね生活してるわけじゃん、はい、しっかりと、うん、で中を育んでるわけじゃない。実はね。そうね。そこがちょな、あの描かれなかったから唐突だったかもしれないけど、うん、っていうふうに僕は解釈したけどね。あのだから別にそんなに、うん、ね、そうね、急に感、別にムカついてる感は出してないけど。まあまあ今のさっきの話の流れからね、で誤解されちゃうから、誤解されがちだけどね。一生懸命弁解してる。自分から巻いちゃったのに。そうでも多分これからの展開にちょっと関わってくると思うんですよ。そうだよね、その距離の縮まってるのって、うん、そうね、うん、うん、なのでぜひぜひ特にね、ここの3人の関係性というのはすごく大事になってくるから、そうですね、ここの距離がギュッと縮まってる今がこういいんだろうね、うん、この正臣って急に呼び出して、そうね、でアンリも、うん、この心地いいと思ってくれている今この瞬間が、うん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 、この3人の関係がね、そうだね、今いいよね、うん、すごくいいよね。そうそう、だからオープニングでもちょっと話しましたけど、今ねもう実は収録は終わってまして、うん、ね、どういう風に完結したかっていうのはもう分かっていることなんですけど、まあ僕らもね、うん、そうだからなおさらなんかこの頃に戻りたい。 That's! 俺 That's! お前何を。お前何言ってんの。え、何が。これから楽しみにしてる人がいるんだから、それ以上言うな。そう、分かった、うん、なんかね今ので。もうおじゃんだよ。花ちゃんおじゃんではない。ドゥララなおじゃんではないよ。全然楽しめる。今のでおじゃんか、なんか今のでもおじゃんじゃないから全然。俺リスナーさんおじゃんじゃないよ。面白い展開いっぱい待ってるからね。もうこう俺の風当たりが強くて怖いんだよな、この番組。じゃあ行きましょうか、はい、次ね、はい、ハンドルネームはるさんからいただきました。ありがとうございます。はなちゃん、トシ、宮野さん、こんにちは。こんにちは。早速質問なんですが、一部屋目の時、イザヤが携帯を踏みつぶすシーンのアフレコで、神谷さんは足とか頭とかが動いていたって言ってたじゃないですか、はい、皆さんもアフレコをする際に手足が動いてしまうことってあるんでしょうか。しょっちゅうだよね。しょっちゅうだね。もうむしろ動かないと、うん、なんかやりにくい気がする。花ちゃんはすごい動いてるね。あ、ほんとごめんなさい。いや素敵だなと思うよ。走る時もすごい走ってる、うん、そうだね。本当ですか、うん、気づいてない、うん、すっごい走ってるよ花ちゃん。
結構やっぱみんな無意識なんだね、あれね。あ、気づいてなかった。すごいね、すごいすごい腕振ってるよ、花ちゃん。本当だよ。ノイズが乗らない、乗っていますよね、絶対。乗ってない乗ってない乗ってない。それは大丈夫だ。そこはプロ意識だろうね、うん、多分無意識の中でのプロ意識だろう。いやでも他の現場でもあれだけ動いてんのにノイズが乗らないから変だって言われて、お前妖精なんじゃないかって言われて。摩擦ゼロなんじゃない、だから花ちゃんは。気づいた。あれ？花ちゃんは妖精なんだよ。そうなんですか。じゃあちょっとこれから、はいはい、すごいよ本当に。いや、うん、すごいと思う。あと立ち止まるとき、ってやってたからね。やります。ほら、あんなにのけぞる。ラジオじゃ、ラジオじゃ伝わりづらいのがちょっと悲しいから、悔しいから悔しいんだけど。すごいのけぞる。でもね、わかる。うん、すごいのけぞる。ブレーキをかけるとき。そうですね。気をつけよう。でもそれはすごく俺はいいことだなと。いやいや、いいことですよ。なんかその芝居の一つとしてやっぱね、動き取り入れないと実際その音って出ないじゃない。出ない。だからキャラクターがさ、なんか空を仰いで喋るときはやっぱりこう首をちょっと上げて、うん、喉の状態そうするじゃない、うん、そうだね。俺その首上げなきゃいけないし、マイク低いからすごい大変だった、ね、確かに宮野さん大変ですよね。腰なんかグニって曲がって上向いてる変なおっさんになったからね。変なおっさん、いろいろそういうね、みんな そ, う、ね、それぞれの苦労がありながら、うん、それぞれのなんか形でアフレコしてるんだよね。そうね、はい、そんな感じです、うん、はい、はいはい、てなわけでですね、皆さんたくさんのお便りありがとうございます。はい、これからもお便りよろしくお願いします。ます。ゆらラジオ略して、ゆらラジオ。触るな危険。エコーありがとう。さあ始まりました、触るな危険のコーナーでございます。触ってはいけない、近づいてはいけない、そんなものを紹介し、どのくらい危険か危険ボタンを押して判定していきたいと思います。すごい、パーソナリティみたい。うん、ありがとう。26歳になります。今回は特別判定員としてですね、マモちゃんにボタンを押してもらいたいと思います。はいはい、はい、危険ボタンですね、これです。はい、危険。あ、本当だ、本当だ。これはトシ君に無茶振りしたいとき。おー、なるほど。チュッコパーイ。花ちゃんどうしました？なんかよくわかんない、なんだろうこれ。どうしました、それ。なんだろうこれ、怖い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 、チュッコパーイ。怖い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 。なんだこれ。お前ら、お前ら動きがやかましいわ。動きがやかましいわ、お前ら。うん、これで判断してください。はい、判断してください。はい、でですね、ボタンがたくさん押されたお便りは危険メールとして、なんとなく我々が大事に扱っていきたいと思います。はい、ちなみに今までに危険メールに認定されたお便りいくつか紹介しますと、はい、学校の美術室に放置された賞味期限が昭和の中身が入ったままのいちごジャム。いいですね。いや、我が家にある親から絶対に開けるなと言われているガムテープで封印されたい襖。うん、いや、小学校の近くでただひたすらリコーダーを吹きながら小学生をじっと見つめてくるリコーダーおじさんや、片手にハーモニカ片手に一升瓶というスタイルで子供たちを翻弄するハーモニカおじさんなどなど、いいですか、はい、たくさんの危険、そういうの紹介していいんですか。はい、ここは それがどのぐらい危険かということを、あの今の、あ、耳で聞いた感じではとても危険です。いやでもそのおじさんはとても危険です。ただ妄想を膨らませていくと、うん、すごく愉快な感じになったりとかして楽しいんですよ。そうですね、例えば、うん、例えば何でしたっけ。例えばね、そのおじさんたちが集まって楽団を組んでいるとか。あ、そうだ、あ、リコーダーだけの、うん、リコーダーとハーモニカとか、ハーモニカとかね、他にもたくさんおじさんだけのね、あ、で子供たちを翻弄するんだ。危険だ。大丈夫かな。そんなメールを扱っていきたいと思います。そんなメール読んでいきます。怖くなってきた。ラジオネームレンさんからいただきました。ありがとうございます。触るな危険は中国の交差点です。ほうほうほう。父親の仕事の都合で中国に住んでいるんですが、うん、中国の車は、横断歩道を渡っている人に関わらず突っ込んできます。危ないです。可愛く言わないです。しかも渡っているとクラクションを鳴らしてきます。でも渡る人も渡る人、ね、信号が赤なのにめちゃくちゃ渡ります。危ないと思いませんか。ね、あと5部屋目の5日後はとしくんの誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。祝われました。で、祝われたよ、はい、中国から。中国、それは触るな危険というか、いや怖いですね、うん、これはやばいんじゃないですか、うん、でもほらみんな体が柔らかいんじゃないですか。何を言っているの。今花ちゃんは何を言っているのかな。
説明してごらん。うん、ほら、よく中国雑技団の方たちって、そうだね、体柔らかいよね。体柔らかいじゃないですか。ほうほうほう、みんなきっと当たっても大丈夫じゃないですか。うん、どういうことかな。体が柔らかいから、交差点で車に当たっても、うん、当たっても、ビヨーン。ビヨーンって。ビヨーンって。大丈夫なんじゃないかな。バヨーン、バヨーン、バヨーンってなるから。大丈夫、正解。やったー、セーフなんだ。そうか、今のは危険なんじゃないのか。なぜならみんな体が柔らかいからです。あー、なるほど、結論、うん、だって怪我しないんだもん。そうですよ、無傷です。そうですよ。そうか、バインってなるんだけど。そうか、じゃあ中国の交差点はセーフということで。じゃあ続いてのさ、何々の実を食べたんですね。そうですね、それ面白いな。はい、じゃあ続いてのサウナ危険、ラジオネームチャパさんからいただきました。チャパオ、あの違いました、私のサウナ危険は父の本棚の百科事典です。うわ、なんかまた来た。分厚い本で、子供の頃はたまに開いていたのですが、最近では調べ物は全部ネットでしちゃうので、もう数年以上開いていませんでした。この前父の部屋に行った時、懐かしいなと思って開いてみたら、ページの間と間にわおな DVD が挟まっていました。もう使われなくなった百科事典はどうやら父のわおな DVD の隠し場所になっていたようです。何も見なかったふりをしてそっと本棚に戻しておきました。その他にも父の本棚には読みたい本があったけれども、次は何が出てくるか怖くて手に取れませんでした。A 部署え A 部署だからまあ率直にそう言われてしまうと、ごめん、ワオとか言うからよく分かんなくてさ。あ、そうなんですけど、じゃあトシ君が恥ずかしがってるだけか。じゃあ、うん、そうだよ、アダルトビデオでしょそれ。そう、え、アダルトビデオそうそうそう、そうだよ。うわー、これは発見したくなかったね。そうだ、こういうお便りでも前にもあって、なんか会社資料1っていうビデオテープが、ね、会社資料な結構何枚あるんですけど、ね、そうそうそうそれ全部あれだったっていう。全部それが、うん、ワオなビデオだった。マジでシリーズものだったのかな。何なのか分からないですけど。何、会社のお金で違う、それは知らない、経費で落として、そこは知らないけども、ファオなビデオカモフラージュですよ。そんなことしてるんですか、菊さん。違うよ、身内ごとじゃない。ディレクターさん怒っちゃうからやめてください。そんなファオなことして。あ、これ危険ですね。え、トッシーはちなみに何て言って隠してんの。はトッシーの隠し場所はどこ。隠してるの、隠し場所、名前は、名前例えば資料1とかにしてるわけじゃない、みんなで百科事典の中に隠してるわけじゃない。え、トッシュはどこに隠してるの。また高度な質問を投げかけてきたね、君は。うん、俺、うん、俺はね、ごめん、何も出てこないわ。行くわ。ちなみに俺は FIFA ワールドカップって書いてあるけどね。ちょっと昔の話よ、昔の話。マジで、しかもマジなの。当たり前じゃん。マジなの、当たり前、昔の話だよ。あ、そう、 FIFA ワールドカップ、 FIFA ワールドカップだの、うん、それ友達から借りたの。あ、俺もあったわ一個。何、なんて、テレビチャンピオンそれはなんか秀逸だね。秀逸なのこれ。どうもありがとうございます。はい、はい、というわけで、魔王な DVD は危険なので、はい、どっちですか。これは危険です。危険、なぜなら危険なトークになってしまうからです。そうですね、知ってるじゃないですか二人が。なんでしょうがないじゃん、こんなメールが来たら。もうちょっと大人の対応してください。大人の対応しなんだけど、紳士的にね、頑張って自分のこの身を削ってごめんなさい、頑張ってこのメールに対応したつもりだったんだけどな。そうでした、すいません。いやいや、じゃあ次行きます。ラジオネーム、はい、ハッピーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕が遭遇したのはレースおばさんです。おばさん来た。おばさんもいるの。僕が中学生の頃自転車通学だったのですが、うん、友達との待ち合わせ場所に行くと必ず赤いママチャリにまたがったおばさんがいるんです。うん、僕たちが出発するとレースおばさんも僕たちの横に並びレースをしようどんどん加速していくのです。もう押しちゃった
宮野さんもうおっしゃったよ。なんだか面白くて僕たちもレースに参加したのですが、レースおばさんに勝てた仲間は一人もいませんでした。そしてある日集合場所に行ってもレースおばさんはいなく、不思議に思っていると後ろからパトカーに追われたし危ない危ない走ってきたのです。それはレースおばさんでした。レースおばさんはパトカーに追っかけられて何をしてたのだろうね。うん、なんでしょうね。レースしてたんじゃない。パトカーの横にチャリンってつけて、ね、レースしようってかっこいい。かっこいい。しかも優勢ですよ、レースおばさん。すごい。いいな、優勢なんだ。かっこいい。早いですね。パトカーに勝ってんだぜ。ねえ。レースしよう。すげえわ。すごい。そう、ちょっと一緒にレースしてみたいわ。木の実ならみたいだね。え？あんたたち、レースしよう。ちょっと青春物な感じ。ちょっと青春物の香りがする。かっこいいじゃん。ちょっとかっこいいわ。危険だけどね。危険だけど。だってパトカーに勝てるおばさんに勝てる気がしないじゃん。そうだね。うん、まず勝てない。アスリートじゃないと勝てない、ね、そうです。自転車乗れる？自転車は乗れるよ。自転車は乗れる。かろうじて乗れる。乗れますよ。あ、ほんと？乗れますか？乗れる乗れる。おー、うん、終わり。なんだよ、出したこの話。なんかあるのかと思った。まあレースにちなんで、ね、いや、じゃあちょっと判定してください。あ、そうですね、はい。何が？レースおばさん危険か、さっきからもう何回か押してますけど。あ、そっか、危険なのか。危険。はい、じゃあ危険認定しました。危険ということです、はい、レースおばさんには注意してください、はい、ね、はい。続いての、キスあるな危険、ラジオネーム身長伸ばしたいさんからいただきました。お前か。俺かも。私の触るな危険は、小学生の頃に公園で遭遇したカマキリおじさんです。わー、かっこいい。それは関根勤です。それは関根勤です。当時私は公園で遊んでいると、前から親子らしき小さな少年と、うわ、全身に数え切れないほどのカマキリを貼り付けたおじさんが歩いてきました。うわ、私がカマキリおじさんにあっけに取られていると、少年が声をかけてきて、僕はカマキリ博士なんだ、カマキリのことなら何でも知ってるんだよ、とても得意げにおじさんに張り付いてるカマキリを一匹剥がし、このカマキリの名前はね、と説明してきました。カマキリおじさんは嬉しそうに少年を見つめていました。当時昆虫の好きな私でも、正直全身カマキリおじさんが怖すぎて、しばらく何も言えず身動きも取れず、少年の話をしばらく聞く羽目に、カマキリについて話せて満足したのか、親子らしき二人は帰っていきました。すごい。いやいやいや、親子なの。違う、これカマキリおじさんじゃないでしょ、怖いの。少年でしょ、これ。カマキリ博士。え、ってことはもう完全にそのカマキリ博士のカマキリホルダーなわけでしょ、だって。まあ虫かご的な存在ってことだよね。カマキリホルダーとしてそれを使ってるわけでしょ、だから人として見てないってことでしょ。わー、怖っ、怖っ、怖っ、そう考えたら怖い。危険。だってこのおじさんについているカマキリはとかじゃないでしょ、このカマキリはねって言って、完全にこのカマキリおじさんは関係ないでしょ、もう。そうですね、物として、もう。そうだね、カゴでしょ、いわばね。わ、でもカマキリおじさん嬉しそうなんだよ。いや、嬉しそうも何も、だってしょうがないじゃん、だって私はもうどうせ物ですからね。ああ、もうここカマキリおじさんはもう開き直ってるわけ。俺なんか切なくなる。ちょっと切ないね、彼の気持ちを考えると。カマキリホルダーとして生きる気分ってどうなんだろうね。カマキリホルダーとしての気持ちか。だってずっとこうカマキリつけられるわけでしょ、動くなとか言われるんでしょ、おい動いてんじゃねえ、怖いよ、怖いよ、カマキリ博士。無でいるしかない。無でいるしかない。無だよね。すいません。かわいそう。妻も子供もいるんだ。うるさいカマキリホルダーっつって、すいません、すいません、黙ってろ、喋るな。はい、口にこうカマキリ、うわー、あー、やだ。この流れ卵を繁殖させようかな。うわー、ねえ、気持ち悪いね。危険チュッポッポーイ。うん、なんで押した。ありゃ。じゃあこれは危険ということで、カマキリおじさんではなく、危険だったのはカマキリ博士だったそうですね。ですね、はい、はい、あ、じゃあもう一枚読みますね、はい、ラジオネームなめさんからいただきました。ありがとうございます。たしくん、はなちゃん、みやのさん、こんにちは、ジュラー、シャシャース、こんにちは、ジュラ、僕が見つけた触るな危険おじさんは、その名もネギおじさんです。ネギ
ネギおじさん。ネギおじさん来たね。ネギおじさん。そのおじさんは犬王さんが散歩するときに使うリードの先に長ネギをつけ商店街を小走りしていました。初めて遭遇しえ、ネギをリードの先につけて、ネギを散歩させるわけでしょ。だからあ、ネギ持って歩いてるってことか。初めて遭遇してからもう何度かネギおじさんとすれ違い、その度に長ネギのお散歩をしていました。よし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 ってやるならね、きっとネギのあの坊主の部分ネギ坊主の部分。最後にネギおじさんを見たのは駅前、その時にはキーボードを弾くおじさんと一緒にランランランと歌を歌っていました。セッションしちゃってんの。危険。すでに何がしたかったのか今でも分かりません。ネギを散歩するんですよ、商店街。ちょっと度が過ぎてませんか。何、全然なんかさ、なんか妄想でどうにかなるとか言ってたけどさ、うん、おじさん全然怖くないよ、リコーダーおじさんとか全然危険じゃないよとか言ってたけど、危険でしょそのおじさん。いや、言っちゃってるでしょ。いや、そんなことないですよ。どういうことどういうこと。あれですよ、あの本当にネギと会話ができるおじさんなのかもしれない。ほーら花ちゃん。なんですか。ほーら花ちゃん。なんですか。ネギと会話してるおじさん見てごらん。あれですよ、今日はなんかいい匂いがするね。そうなんだ。なあ、どうしようかな、お蕎麦の薬味にしてやろうか。嘘。いや、ちょっと怖いでしょ。怖すぎるこれなんでしょう。あ、これね、やっぱ長ネギなんですね。うん。玉ねぎおじさんもいるの。いるかも。だって玉ねぎの方が重量感あるし、生きてる感じするじゃないですか。うん、なんかあの汁だと。あれおかしいな。花ちゃんネギに話しかけるタイプ。花ちゃんそうか。あいつ人がちゃんと綺麗に向きながら、うん、今日もいいね。向けたねっつって。向けたねっつってやるんです。ペリペリペリ垂らすの。そう、怖いよ。ちょっと話しかけた。なんか怖いよ。今日も綺麗に向けたね。全部向いてやろうか。お前はどこまで向けるのかな。ほらなくなっちゃった。怖いよ。怖いですね。怖いな。そんなことしません。だってキーボードおじさんと合流するんだよ、その後。セッションするんだよ。ちょっとセッションするっておかしいでしょ。だってキーボードおじさんがキーボード弾いてるわけでしょ。ネギおじさん何弾くの。ネギ弾くんじゃないですか。ネギしかないでしょそこは。そうか、ネギ弾くってどうやるんだろう。ネギとネギをクロスさせるとかですかね。バイオリンみたいな。バイオリンみたいな音すんの、そんでウェーンって音すんの。ギロみたいな音すんじゃないの。それがそもそも音すんの。急に輪切りをすんじゃないの。パーカッションだ。リズム隊だ。カカカカカカカ。でも制限があるね。なくなったらもう切れないからね。そうだよ。そんでさっきまで大事に話しかけてたね。ああ、本当だ、切っちゃった。痛いね。痛いね。いいな。怖いな、なんかね。ね。ああ。汁出ちゃったね。これ危険ですね。これは危険だね。話せば話すほど危険だ。どんどん危険になります。危険。危険。シュッポッポーイって、なんで押した。もうつまんなくなっちゃった。はい、閉めてください。はい、じゃあ、これ。トシ君、ボケて。あ、はい、すいません。ちょっと待って。唐突だよ。急に押すから、ほら。なんでこういうの入ってるかな。ネギで、ネギで。ネギン、ネギン、ネギン、ネギン。ネギン、ネギン、ネギン、はい、ネギン、ネギン、ネギン、はい、ネギン。あるかな、ダメだよ。歌ダメだよ。はるかな星はダメだよ。すごい、それで伝わるのすごいですね。やっぱり7年間ですね。そうだよ、積み重ねたまもちゃんがいてよかった。変な汗かいちゃった。さあ、じゃあ今まで今、紹介された触るな危険で、宮野さんどれが一番危険だったと思いますか。そう、最後の歌かな。俺の放送できない可能性があるからね。ということでネギおじさんです。はい、というわけでネギおじさん一番危険と扱い認定されました。なんとなく大事に扱わせていただきたいと思います。どれがオンエアされるんだろう。というわけで皆さん、これからも触ってはいけない危険なものの報告、ぜひぜひよろしくお願いします。デュラララジオ、略して
デュララジ。デュラララの情報や関連商品の告知をお届けする BBS のコーナーです。さて皆さん、おととい発売になった DJ CD デュララジ掲示板観察日記はもう聞いてくれましたか？今日の配信のゲストがなぜ宮野さんだったかというのは、この DJ CD に合わせてだったんですね。なんで笑ったの？先にこちらの配信から聞いてしまった人でも楽しめる内容満載なので、ぜひ聞いてみてください。DJ CD 以外にもデュラララは音楽コンテンツが大変充実しています。来月5日からはルーキースイズパンクトが歌うオープニングテーマコンプリケーションの着歌が配信スタート。はい、しかもレコチョクでは期間限定で折原いざや待ち受け画面プレゼントも開催しているので、合わせて手に入れてくださいね。詳細はルーキースイズパンクトさんのサイトに掲載されていますので、そちらでご確認をお願いします。さて DJ CD と同じく4月21日には DVD のボリューム3が発売されましたが、気になるボリューム4の情報をお届けしていきましょう。今回も完全生産限定版ではボリューム1から続く豪華特典が満載です。そうなんです。オーディオコメンタリーには小野大輔さん、福山潤さん、沢城みゆきさん、そしてシリーズ構成の高木昇さんが登場。そして書き下ろし外伝小説ボリューム04が封入されています。テレビシリーズと合わせて外伝小説も忘れずにチェックしてください。はい、そして現在絶賛展開中のメディアミックス、悟り木昭代先生の手によるコミック版デュラララは月刊 G ファンタジーにて好評連載中です。なお好評発売中の5月号にはシリーズ付録デュラコレ第4弾のロゴがポイントのトートバッグが付いていますので、皆さんぜひその手に取ってお確かめください。ちなみにスタッフが持ってきてくれました。なかなかシンプルだけどおしゃれな感じになっていますね。次回のデュラコレも素敵なアイテムが登場するのでお楽しみに。どうしたの花ちゃん？どれどれどれ花ちゃんどれ。さあといったところでBBS5 枚目はここまで。掲載されたことは忘れずにチェックしてくださいね。この番組では皆さんからのメールを募集しています。番組サイトのメールフォームから送ることができるので、どんどん送ってください。さて宮野さん、いかがでしたか？楽しかったです。ふっていやいや、やっと本編に来れて。そうだね、そういえばそうだね。なんか二人で楽しくやっちゃってさ。いやいやいや、これはいつものお獣だよ。いやいや、いいんだよ。いやいや、わざわざ来てくださいよ。うわ、心がこもってる。わあ、じゃあ来てくださいよ。うん、こもってる。確かに。確かに。確かに。どうしちゃった花ちゃんって思っちゃった今。まだ回ってるよ。本番中だよ。もうやだ。昭和。そうですね。でも楽しかったです本当に。いや本当にね、オープニングまでパーソナリティまでやっていただいた。ねえ、ありがとうございます。いやいやいや、危険なトーク満載でしたね今日ね。ね、いつもこんな感じなんですよ。あ、これあんまり切られないので。嘘。本当ですよ。結構なこと言ったけど、俺切られるもんだと思ってバンバンいろんなこと言ったけど。結構ずいずいといきますよ。へえ、楽しみにしてます。棒。棒。棒でしたね。怖えな。なんだろう、まあいいや。本当ね、怖いですね。でもすごい本当に楽しかったし、また来たいななんて思っていますんで。ぜひぜひ。ぜひ来てください。あれパーソナリティ、俺かな。また来ます。ください。はい、またぜひ来ます。というわけで、いつかパーソナリティの座を奪還したい豊永でした。それでは、あ、本当？じゃあまた俺でいいの？え？ダメだよ。俺がやる、頑張る。いいよ。俺がやるから。じゃあトシ君、あげる。よし。頑張るぞ。ありがとう。というわけで。何これ。わかんない。何なんだろうこれ。さあ、というわけで今回の。それではとハイが混ざっちゃった。さあ、それでは今回のデュラララジオ、略してデュララジはここまで。お相手は豊永俊之と花澤香菜と宮野守でした。さようなら。さあ。デュラララで、トシ君ボケて、てくれ、デュラララジオ、ちくしょう、デュラララジオ、略してデュララジ、この番組は池袋ダラーズフロンティアワークスの提供でお送りしました。